皆さんこんにちは。 SS ワイズレーシングウィズスタディレーシングドライバーの砂子塾長でございます。2020年モデルのレーシングスーツをお見せするということで、こちらでございます。どうですか、背中お見せしましょう。こんな感じ。去年のブランパンからはですね、だいぶ印象がね変わりました。こんなふうな激渋の黒のレーシングスーツでございます。あれ、ちょっと兄貴と色が違う。そうですよね、気づきました。気づきましたね、誰でもね。はい、兄貴はですね、今年なんとですね、還暦を迎えるスーパードライバーでございます。そしてまた粋なチームはですね、その兄貴の還暦をお祝いしてですね、なんと赤のレーシングスーツを作ってしまったということなんですね。我々はこのいわゆるチームカラー、マシンのカラーリングに即したですね、この激渋のレーシングスーツ、そして兄貴一人がですね、真っ赤なレーシングスーツということになりました。ここ東京バーチャルサーキットで毎日しくしくと私、トレーニングのコーチングをしております。まあここでね、走っている限りは何の問題もないというのをね、過去2年間で証明してきております。もう少しの皆さん我慢でございます。多分8月あたりがね、開幕になるんではないかなと思ってますけども、 M4GT4 我々のチームの活躍をですね、毎晩夢に見ながらですね、しくしくとやっていきましょう。それでは次のバトンをお渡しするのは、もう一人のチームメイト、鈴木くんです。お願いします。